はい、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、ちょっと今からグブックの撮影の準備をしていこうかなと思うんですけれども、結構ですね、ルックブックの裏側を知りたいっていうコメントをいただくことが多くて、そのコーデの組み方であったりとか、あとはルックブックってどうやって撮影してんのみたいな、こんだけコーデ数あって着替えていく時に忘れちゃわないのみたいなっていう声をいただいたりとか、結構その裏側についての質問をいただくことが多かったので、今日はちょっと初の試みで、ルックブックももちろんね上がってると思うんですけど、それの裏側を撮っていこうかなと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ではまずですね、洋服を今から選んでいきたいと思います。今回のルックブックがちょっとカラーものを使ったルックブックをしようかなと思って、私は普段私服はモノトーンが多いんですけど、最近結構こうカラーものとかが気になるようになってきて、実際取り入れたりとかしてて、カラーを使ったルックブック見たいですっていうリクエストもらってたので撮影していきます。まず1個目がね、もうすでに決めているというか選んでまして、とりあえず1個目がねこんな感じで組もうと思ってます。カラーものにこのパンツをね持ってきたんですけど、上はシンプルに T シャツ、アベンマのね新作のやつ、これ今受注販売中なので、ぜひ皆さんチェックしてください。めっちゃ可愛いんですよこれ、ちょっとオーバーサイズで、そうこんな感じで今組んでおりまして、バッグも入れるし、ヘアとかもちょっと変える時があったりとか、靴もね今から選んでいこうと思います。はい、じゃあ靴のとこに来ました。靴はどうしようかな、まあシンプルにこういうエアフォースワンとかでも可愛いし、でちょっとでもこれパンツがね丈が長めなので、厚底かヒールかを選びたい。でもなこの格好に、まあ、ヒールでも可愛いけど、どうしようかな、まあ、やっぱ私はスニーカーかな。ちょっと1回無難にエアフォースワンでいきますね。こちらエアフォースワンを持っていきます。いつもこんな感じでね行き来しながらやってます。靴下も持ってきました。髪の毛どうしようかな、なんかこのグリーンにこのヘアクリップとかも可愛いんですよね。こんな感じでまとめてても可愛くないですか。これでいこうかな。一回エアフォース履いてみます。まあエアフォースは合わないはずがないのでほぼ確、うん、こんな感じかな。インしても可愛いし、アウトにしても可愛い。アウトで行こうかな。最近ちょっとなんかダボっと気分なのでアウトにして、バッグを選びます。今これグリーン、ブラック、ホワイトってきてて、で私結構靴とバッグを同じ色味にするのがすごい好きなんですよ。だからちょっとホワイトを探します。どうしようかな、カーディガンガーフィールドのやつとか、かわいい、シンプルでいいんじゃないですか。どうですか。割とあっさり決まった、かわいいのではないでしょうか。でこれでですね、この今組んだコーデなんですけど、みんな気になってるのはこれを組んで忘れないかどうかですよね。あれ結構ノーカットみたいな感じで見えるかもしれないんですけど、実はブチ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 切っておりましてカットし放題なんですよ。言っちゃえばカットしたその間にですね、コーデを確認したいんです。あ、次これだなっていうのを確認したいので、そこで使うのがこの携帯でございますね。もうみんなわかるか。これで今組んだコーディネートを自分がわかるように写真に収めます。こんな感じで収めました。でこれを見ながら、あ次はこのコーデかってやっていくわけでございます。ということで今1コーデ目はこちらで完成なので、次2コーデ目いきます。じゃあ次これね使っていきたいなって思います。この白のサロペットね。まあ今私あのカラーものって言ってますから、カラーものをね何か付け足していこうと思います。やっぱ白サロペって春夏にめっちゃ可愛いので、これを使っていこうと思います。で1個私合わせたいのがあるんですよ。じゃん、こちらです。イエローでございます。このイエローのアメスリのトップスなんですけど、サロペットにこういうキャミソール合わせるのすごい好きで、夏とかもねめちゃくちゃいいと思うし、このステッチの色合いと合いますよね。このオレンジっぽい色合いが、やっぱこういうのって実際に着てみないと分かんなかったりするので、今から実際に着替えていきます。ルックブックとかやるときもそうですけど、やっぱこう頭の中で組んだりとか実際に合わせてみたとしても着てみないとちょっと分かんないこともあったりするので、私は絶対に
考えた洋服を一回着てみますね。ルックブックに撮る前に。この合わせでも可愛い。グリーンとイエロー。夏だ。こんな感じかな。かわいい。いい感じです。ちょっと髪の毛白のターバンで上げてみようかな。最近この白のターバンめっちゃ気になってるんだよね。しかもちょっとこう太めのやつ、こんな感じとかどうですか。かわいくないですか。私結構好きこれ。あ、二の腕がもう二の腕を出す時期だ。二の腕痩せ頑張んないと。やばい、プニプニすぎて。二の腕ってほんとどうやったら痩せるんだろう。一生太くなっていく。じゃあバッグどうしようかな。ちょっと今淡い感じっていうか、もう少し色あってもいい気がするので。これも可愛いけどな、ビゼルの。これめっちゃ可愛いんですよ。ベルトがここガチベルトになっててデニム素材でめっちゃ可愛いんですけど、もうちょいリップ濃い方がいいな。これだとちょっとなんか淡すぎて髪の毛も淡いし、もうちょっと引き締めたいの。もう少し濃い色がいいから、ブラウンかブラックがいいかな。ブラックにしようかな。このプラダのバッグ、ブラックのやつ。じゃあ靴決めに行きましょう。靴はどうしようかな。さっきと同じで、やっぱバッグが黒かったので靴も黒いで着たいんですよね。どうしようか。ローファーでも可愛いな、このプラダ揃いで。ローファー履いてみよう。よし、持っていくぞ。すごい、なんかこれでこれで履いてみます。こんな感じ。うん、締まりましたね。やっぱ黒だとちょっとイヤリングがもう少しインパクトあっても良さそうなので、大きいのに変えようかな。イヤリングを大きいのに変えます。これがいいかな。このフープのこっちの方が合いそうな気がする。めっちゃお腹鳴った。お腹すいた。耳が隠れてる分大きい方がバランスが取れる気がする、私の顔の大きさ的に丸顔だからね。なんかこう耳が消えると一気に丸が強調されるから、ちょっと大きい方が可愛い気がしませんか。どうですか。こっちの方がタイプかな私は。こんな感じで、よし、じゃあ2コーデ目できたのでこれも写真を撮ります。はい、オッケー。じゃあもう一個ぐらいみんなに見てもらいながらやろうかな。黄色、グリーンと着ているので次どうしようかな。トップスとボトムスで色を差したので、次じゃあちょっと小物で行ってみようかな。靴で行くか。靴で行きましょう。最近私がドハマりしている、じゃん、こちらのピンクのダンクハイですね。これを使います。これを持っていって、これは何でも合うっちゃ何でも合うんだけど、パンツと着てるからスカートとかいいかな。スカートかショートパンツ、どうしようかな。ワンピースとかでもいいのか。ワンピース見てみよう。痛いのよ。ワンピースはこちらのゾーンにあるんですけど、どれがいいかな。これがいいかな。やっぱチェックでお花柄で春夏っぽいワンピース、これならまあブラックだから色が入ってても挑戦しやすいはず今取っ手に引っかかった。歩いてきたら取っ手に引っかかった。引き止められた。もう少しスポーティー要素が欲しいので、あ、これ絶対合う。中どうしようかな。キャップで T シャツ合わせようかな。 T シャツこれにしてみようかな。多分ロゴは見えないと思うので、ちょっと見えても可愛いか。一回着てみよう。つべこべ言わず一回着てみます。いつも私ルックブックは10コーデはあるのかな、10コーデぐらいは組みたいなと思いながらいつも組んでて、特に何コーデにしようとかいうのはあんまり決めてはいないっちゃいないんだけど、10コーデの時もあればもうちょっと思いついたりとかしたら13
3とか14とか2週間分ぐらい組んでみたり、ラジバンダリ結構着回しとかだとポーデスなるべく多く紹介したいなって思って結構多くなったりはするんですけど、私のルックブックって音楽とともに楽しんでほしいなっていう思いが若干あって、若干というかもあって、なのでシンプルな感じでテンポよく進めたいなって思ってるから喋らないで、学校ですやっぱ増やさないと見応えが減っちゃうかなと思って最低10校では組むようにしてます。でも可愛いで、キャップでスポーティー感出して、どうだろう、ちょっと可愛すぎるのかな、このナンピー可愛すぎちゃうかしら、よいしょ、Tシャツ入れたからキャップなくてもいいかもな、ゆるーくお団子とかしても可愛いかな、お団子してみよう、しなくてもいいか、あってもいいけどなくてもいい、なくていいか、ゆるいお団子でない方がいいか、バッグはちょっとなんか小ぶりなものとかがいいかな、これでも可愛いか、シンプルでこれでも可愛い気がする、あでもこっちかな、プラダの方かな、こんな感じ、スニーカーのピンクを差し色にして、可愛いワンピースと T シャツでスポーティーさを入れてバランスをとってます。よし、じゃあ3コーデ目こんな感じで OK なのでこれも写真撮ります。はい、撮りました、 OK、 では残りも組んでいきたいと思います。はい、ということでコーディネートが一旦とりあえず全部決まりました。今回全部で10校であったかなと思うんですけど、紹介する順番を決めていこうと思います。で、私もうすぐあのジムのね体験を予約してあるのでそれに行くんですけど、帰ってきたらルックブック撮ろうかなと思ってるので、とりあえずジムの何回までやっちゃおうかなと思います。順番を決める方法なんですけど、写真撮ったじゃないですか、それを私は一回アルバムにルックブックって感じでまとめて、こんな感じでまとめて順番を決めていくんですけど、効率よくやりたいなっていうのがあるので、同じアイテムを使い回すようなものだったりとかはそのまま紹介できるようにみたいな感じでやっていきたいんですけど、やっぱ一番ちょっと手間がかかるというかっていうのが、私的にパンツ類なので、パンツ類で同じやつを使う場合は隣同士に来るように順番をいつも選んでます。今回1個だけボトムを使い回すやつがあるので、まあ、そこは隣同士でっていう感じでやっていきます。逆に上を使い回すやつとかもあるので、それもこうなるべく近くになるような感じで今から決めていきます。でも今回そんなにないんだよな、別に。よし、決まりました。これ通りに今からこの荒れちゃった服たちをハンガーにかけて準備していきます。いつも並べるときは手前側から着ていけるように並べております。でボトムは上から取って履いていくので、まず最後のボトムから畳んで順々に重ねていってます。細かい小物とかをここら辺に置いといてすぐ使えるようにしていきます。はい、ということでセッティング完了いたしました。こちら側に靴と洋服たちがかかって、こっちには帽子がかかってますね。でこちら側にバッグと、こっちにボトムがあって、ここにアクセサリーがあります。全身をちゃんとチェックできるようにこっち側に鏡が付いてあります。はい、ということでこんな感じでセッティングは完了いたしました。じゃああとは撮影するだけなんですけど、私今からジムの体験に行ってまいりますので、もうほんと最近ね夏が近くなってきたから引き締めないとと思いまして、またもしかしたら通うかもしれないです。はい、ということで帰ってきたらまたルックブック撮影し始めます。ではまた後ほど。
はい、ということで今からですねルックブック撮っていきたいと思います。ちょっと昨日さすがに疲れすぎて、久しぶりの運動に疲れすぎちゃってできなかったので、次の日の朝なんですけど、ちょっと早めに起きて今から撮りたいと思います。ちょっとコスメがいっぱいあるんですけど、こんな感じでここにカメラを置いて撮っていきたいと思います。いや、そうだ、いつも私ね音楽を流しながらやってるんですよ。なんか無音だとちょっと寂しいので音楽流しながらやってるんですけど、最近ハマってるアーティストさんがいるんですけど、なんかの表紙に G アイドルっていうのかな、 K-POP なんですけど、トンボーイっていうのを見たんですよ。確か MV かなんかを見てめっちゃ可愛くて、コンセプト何これ超可愛いと思って、そっから G アイドルさんにハマってましてですね、だから今日は G アイドルさんメドレーでいきたいと思います。なんか聞いててすごい自信が出るというか、だからスピーカーにつなげて音楽を流しながらやっていきます。でここに椅子があるんですけど、ここに携帯を置いて次のコーデどんなんかなって見ながらやっていきます。よし、じゃあやるか。ということで終わりました。撮影完了。うん、暑い、暑くなってきましたね。季節的に日があるのが、今日は少し少なめだったんですけど、いつも1時間ぐらい、今日も50分ぐらいですかねかかりました。ということでこんな感じでいつも撮影しておりますどうだったかな、みんなの謎は解明されたかな。でまあこっからもろもろね片付けとかもあるんですけど、基本的にはまあ回しっぱなし で途中途中で携帯でね、あ次のコーデ何だったかなっていうのをチェックしながらやってます。ということで今回ちょっといつもと違った感じでやってみましたが、いかがでしたでしょうか。たまにはこういうね撮影の裏側的なのも面白いかなと思って撮ってみました。この今撮影したルックブックはもうすでに上がっていると思いますので、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。